い、稽古を積んで自信を持って初日を迎えられると思いますので、まだゲネプロもありますし、初日の前の稽古もありますから、万全な状態で初日を迎えられるように一生懸命やらせていただきます。初めての歌舞伎なんですけど、まあ、歌舞伎の役者さんたちが新しい歌舞伎だねみたいなことを言ってくださるので、そういう意味で新しいのかなと思ってますので、楽しみに見に来ていただきたいと思います。加藤さん、はい、本当に念願かない、蓬莱竜太さんに作演出をしていただきまして、すごく充実した稽古期間を、過ごせたんではなかろうかと思います。あとは本当に一日一日のライブ感を大切に、お客様一人でも多くのお客様に、この僕たちの思いを、届けられたらいいなと思います。そうですね、終わってからのお客さんの反応を早く知りたいですね。もうそれが今 何よりも楽しみですね。僕らだけで今まだやってますから、お客さんの反応をぜひ聞きたいなと思います。一応さん、なんかドキドキが止まらないですけど、ね、もう本当に一生懸命頑張らせていただきます。僕も亀蔵さんと同じ同意見で、早く感想をですね聞きたい感じです。いいよ。はい、お客さんの感想というか、これがね、蓬莱さんがまた2作目3作目が作ってもらえるようなお客様の反応を期待しているというか、させるつもりではいます。の意気込みです。妻さん、はい、本当に、素晴らしい皆さんたちのもとで静と陽気な親子をやらせていただけること本当に嬉しく思います。思っています。はい、頑張ります。ピアノを、まずピアノを使ってなかったと思ってですね、いろいろ私たちも新作をやらさせていただいて、エレキギターだったりトランペットだったりチェロだったりするんですけれども、ピアノを初めてですね、最初に稽古場で音が流れて芝居をしてみたところ、ものすごくピアノに引っ張られてですね、感情移入しすぎちゃってですね、すごく合うんですね。こんなに歌舞伎の物語とピアノが合うんだなというのは、だから早くちょっと聴いてほしいですね、皆さんに。あの切り絵という部分ではどうか。いや、もう素晴らしいですよ。これはね、もう見ていただかないとね、生で。可愛いですし、なんか儚げだし、切ないし、すべてがね、なんか自分たちの思いを、お客様一人一人の思いを、その、あまり、なんだ、装置が説明していないので、そこに乗っけられるんだなと思いますね。その光景はするんじゃないでしょうかね。はい。女性はどういう感想を、持たれるのかなっていうのがすごく楽しみですね。この一人対、もう一人対照的な、シズという、役を演じているのが鶴松なんですけれども、だから好きな女性タイプは全然違うので、ね、を見つけられるし、自分はどっち寄りなのかなっていう楽しみ方もできるのかなと思いますね。ちなみにプライベートだったらどちらが選ぶんですか。でも歌っていう人はその表面的には南様に好かれますけれども、男性はその表面だったりすることを真に受けるじゃないですか。例えばありがとうさ、本当にこの人は心の中でありがとうと思ってるんだっていうのは男の考えで、女性はありがとうって言っても心の中では蓄積されてたり、いろいろな鬱憤が溜まってたりするんです。それをいい女だと思えるか思えないかですね。だから僕は歌という人間は表面的にはとてもいい人ですけれども、なんていうか心の中では悪い人間ではないけれども、人間のなんていうか、普遍的というか、そういう、なくてはならない感情がずっと動いている人だと思います。それは見てるの楽しみということで、はい。ちなみにそれはなんかモデルにされた女性とかいらっしゃるんですか。モデルは全世界の女性です。でもまあ分かんないですよね。僕も男性なので女性はこうなんだろうな。で、男性の作家なので、多分蓬莱さんも女性とはこうなんだろうなというので書いてるので、これが女性が見て、いや、そんなことないよ、正しくないよって言われちゃうかもしれませんけれども、まあ全力で取り組んで。だってあれ絶対言っちゃいけないですよ。そうなんですよ。だいたいね、その前のなんか日曜日にバレちゃうらしいんですけど、今回はバレなかったって言ったから、僕と阿部さんと工藤さんは優秀な
だったんじゃないでしょうか。しずくさんもご存知だった。そうですね、はい。あの家族にも言っちゃいけない。そうですね、厳しいですね。あとあの私たちというか、私と、鶴松さん、円谷さん、一郎さんはですね、12歳から演じますので、子供時代から演じるということでですね、あのなかなかやったことがない大人になってから子供時代とか、そこも楽しんでいただきたいなと思いますね。あの円谷さんの子供時代が本当にあの藤山直美さんそれをこれは見ないとダメですね。本当に直美さんが出てきたかと思う。もう今聞いちゃったらもう先入観あるからね。もう俺が出てきて、え、うん、習ってきてない。自然となんか似てしまう。見てください。あのとにかくラストチャンスと思って頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。